どうもチャップです。今回はスプラトゥーンをプレイしていきたいと思います。ということでスプラスコープの方を使ってねチャージャー短編動画の方今回も頑張っていきたいと思うので皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、白鵬倉庫で目標5キル達成できるようにねしっかり入れていきましょう。まあいけるでしょう、スコープついてますもん。ただねめったに使えへんね。基本的にはいつもワカメ使うんで珍しい武器でございますが、スコープついてるしスプラちゃんやしね、まあいい感じに抜けるんじゃないでしょうか。さあメロンソーダ味のコンペイトを投げつつねしっかり抜くとこは抜いていきたいわけですが、そうだな、降りてきてくれんかな。あ、ちょっと届けへんやつ、悲しい気持ち。オッケー、1キル。あ、やっぱり良好やね、良好。また下手ですって、かわいい。ちょ待って、どうしたんやあの子、どうしたん。そんな、あらぶってるぞ。あ、ちょ待って、ちょっと危ない。あの子何、スクイックリンちゃんか。射程は大丈夫かな。すごい荒ぶってる子がいたんでびっくりしましたがね。ほいっと、あ、全然、え、全然ええもん。おじいちゃん、オッケー、2キル目飛んでくるのかな。ポンってなんか僕をなんか挑発するかのようなステップ溺れとるやな。逃げさせてよロングブラザーちゃん、もうちょっと逃げさせてよ。せっかくさメロンソーダ味のコンペイトいっぱい投げれるよっていうそのチャンスタイムやったのにね、チャップチャンスタイムやったのに残念でしたね。無念やったわほんまに。ナイス、ウミガルちゃん。さあ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 、どこにおるんでしょうかね。敵ちゃん荒ぶってる子がおるからね、アラビアンナイトの子がおるんで、いやちょっと怖いんですけどもね、どこにアラビアンナイトしてんかわかんないですけどね。あの子ロングブラスターが怖いわ結構ね。あ、これ射程届かんのかな。あー、よくわかんない。でもこっちから来そうですね。ぴょんってジャンプ打ち、ジャンプ打ち。ほら来てる来てる来てる。ほらこれこれこれあれかな、この子ゲットしましょうか。バーンってラッキーありがとう、電球チャップだよやつですね。大丈夫か大丈夫か、カーボちゃん。僕のコンペイトでなんとか、コンペイトでなんとか制圧できたらいいんやけど、微妙。あ、いけるいける、無理無理無理、プ無理プ無理無理プ無理プ、あかん、こう待って待って、これラストコンペイト、ラストコンペイト、このコンペイトがね人生分けると思う僕は。あー怖っ危ね、ナイス、そこにおるぞ。あ、いい感じ。あ、当たるやん、コンペイト投げてちょっと前線上げましょうか。こんだけコンペイトコンペイトされてたらちょっと負けちゃうんでね、この辺コンペイトコンペイトしておいてここの足場も封じていきましょう。さあどっから行こうかな、中心に行きたいな、中心でさ愛を叫びたいんですけど、世界の中心で愛を叫びたいけどさ全然あかんやろこれ、叫んでへん、愛どころじゃないでほんまに、呪われとるやんけ俺言うこと。オッケー、ああ十分にナイスしてたけど味方ちゃんのおかげでしたね、感謝永遠に言うことで。そこおるな、そこにうまいことあのねボムコンペと投げて倒したいんですけど出てきてくれへんかな。あ、出てきた出てきた、獲物獲物、やいいやほらね、エイムはいい感じでしょ、立ち回りがめちゃくちゃですけど、いやいいじゃんいいじゃんいいじゃん、いい感じ。さあここにメロンソーダを添えて前に行きましょうか。さあどこなんてきちゃん、おいでおいでよおいでよ、チャップの森へ。もうトマトしか実ってないからね、トマトランド行こう、トマトランド、トマトトマトどこ、トマトちゃんどこですか。味方ちゃん爆発した感じだけど大丈夫かな。オッケー、味方ちゃんナイス。さあ僕この中心で張っとけばいいんじゃん、ここね、この辺でポーンって。あ、下手くそ、待て待て待て、これ赤やつや2発ですもんね、チャージャーの距離で戦わんとこういうことになるんですよ皆さんね、ちゃんと覚えておいてくださいね。シンプルに事故るからねもういい、ガンガン行こうガンガン行こう、もう楽しんだもん勝ちですよ、立ち回りもクソもあれん、楽しんだもん勝ちよこうやってね。よし1キルで、そこにおるとさもっと来いもっと来いもっと来るんや、僕と勝負しよう。オッケー、バレてたよーんで、右からも来そうなんですけどちょっとちらってみましょうか。あ、いないいない、時間ない、その辺におる、その辺おる。あー終わりましたねでも5キル取ったでしょ、わちゃわちゃしながらも。やっぱりね、スプラスコープシリーズはもう最高やと思う、めっちゃやりやすい、大好きやなもう大好きや、宮川大好きさんや、それ誰やねん。いうことでね、ほら8キル、おおいい感じですね、デスの分だけ目標を超えましたと。まあ計算通りですよね、計算通りではない嘘ついてる。いうことで今回これで終わりにしましょう。はい、ということで今回スプラスコープを使ってチャージャー短編動画頑張ってまいりました。まあとりあえずスプラスコープ最強説あるみたいなところですよね、知らんけどね。はい、ということで今回この辺で終わりにいたしましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバイ。